はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、千葉県長生郡長南町にある素掘り隧道を紹介したいと思います。この隧道は廃隧道ではないんですけども、かろうじて現役ってぐらいの感じの隧道なんですよね。それから車の通行は無理です。ただひょっとしたら昔は軽自動車、ミゼットぐらいは通っていたかもしれないですけどね。まあそれぐらいの隧道です。ではまず場所を確認していきましょう。今回の隧道、場所は長南町の北部、千田地区と米光地区の境界の尾根にうがたれています。拡大します。地形図には描かれていませんが、隧道はここにあります。隧道の東側には3年前に廃校になった旧豊坂小学校があります。イメージできたでしょうかね。それでは本編の動画を見ていきたいと思います。はい。さて、今回の動画は西側の千田地区からスタートします。おそらく日本中の至る所で見られる中途半端な田舎の光景そのものですね。ですがこの地域、実は圏央道の茂原町内インターやアクアライン高速バスの停留所まで数分。その気になれば小一時間で都内や羽田に出ることができます。腹減ったから今日は中華食いてえな、なんて思ったら、サクッと横浜の中華街に行くことも可能です。日常の買い物や外食は車で10分ほど走って隣の茂原市周辺まで行けば一通りは揃っています。なんだか不動産屋さんの回し者みたいなことを言ってますが、本当にこの付近は仕事の問題さえ許せば暮らしやすい地域だと思います。ただ車は必須ですけどね。ちなみにアナマニア的にも素掘り隧道のメッカである君津市の山間部や地下壕ゴロゴロの九十九里からいすみのエリアのいずれもが車でおおむね1時間圏内。日常の利便性と休日の楽しみのバランスがよく取れている地域かもしれません。そうこう言ってるうちに隧道の手前までやってきました。ちなみに最近気づいたのですが、明治10年代に作成された迅速速図を見ると正面の尾根状に道筋が記載されています。おそらく江戸時代の道でしょう。ひょっとしたらまだ痕跡が残っているかもしれません。こちらもいずれは調査したいと思っています。さて、隧道に入りますとすぐに目につくのがこの左手にあるブロック塀です。穴を塞いだ跡です。明らかに戦時中に掘られた防空壕の跡ですね。上に隙間があるのでビクビクしながら覗いてみます。中にあるのはただのゴミでした。よかったよかった。いや、ゴミをしているのは良くないのですが、これがもし万が一とんでもないもの、例えば動物のミイラ化した死骸だったりしたら軽くトラウマになるところでした。でも調査しないわけにはいきませんよね。ところでこの倒れている自転車、来るたびに少しずつ隧道の奥に移動しているような気がします。それって僕の気のせいでしょうかね。さて、第2のブロック塀ですが、こちらもやはりやばい物はありませんでした。よかった。しかしこのような防空壕の跡は素掘り隧道によくありますが、大抵はきっちりと完全に塞ぐか、そのまま放置かのいずれかです。おそらく利用頻度で行政の対処の仕方が決まるのではないでしょうか。いずれにせよ、このような中途半端な塞ぎ方は珍しいですね。ひょっとしたら行政から予算が出なくて、地域の方がボランティアで作業したのかもしれません。車道ではないけど、小学校が近くにありましたからね。3つ目は奥行きがあまりありません。床面も高いようなので、おそらく掘りかけで修正になったのでしょうね。そして最後の4つ目。こちらはおそらく完成形でしょう。どんつきの部分がきちんと施工されています。ゴミも少なく保存状態は良好。それにしてもこういう防空壕の跡というのは戦争をリアルに感じさせる遺構として、もう少しちゃんと保存してもいいような気もします。結局防空壕の話をしているだけで隧道を通り抜けてしまいましたね。他の話のネタも用意していたのですが、まあこういうこともあります。東側の高校です。こちらもなかなかいい感じですね。ほんの若干等脚台形がかった断面の形状とサイズ感は隣の茂原市押尾地区にある花立隧道と似ています。ひょっとしたら同じ業者が掘ったのかもしれません。この坂、西側よりも若干傾斜が急でちょっと滑りやすそうです。今では通る人もほとんどいなくなっていますが、ひょっとしたら以前は朝など学校に遅刻しそうで焦って走る小学生がこの坂を転げ落ちるような光景も見られたのかもしれませんね。旧豊坂小学校の校舎が見えてきました。
以前は休日でも校庭で課外活動する子どもたちの姿が見られたのですが、この日は人影もなくガランとしていました。長南町のウェブサイトによれば跡地の活用企業が決定したとのこと。学校の跡地って意外と需要があるのですね。ということで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。この動画ね、まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらこれ、よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。